What's good, YouTube? This is very well. Welcome back to the Let's Play of Yakuza Volume 2. In fact, after careful deliberation, I decided to make this set from the final episode of my Yakuza Volume 2. The reason you're seeing my saves instead of the PS4 lock screen, I'm recording this. We're using OBS. The final chapter of Yakuza 22 is blocked from here. Features that would include anything to capture the trophies. For talk to Makoto Date. We have the opportunity of finishing all the other stuff. All the Harukata requests from the hit. But we do not have. We're not going to do that. So that. There's nothing to do for a premium legend, is there? So, we also changed the time of day. We said during Mount Storage. Oh. Yeah. My neighbor is as high as I really think it's so. Also, because I'm using OBS to record this after by streaming it first, I hope you guys are familiar with what will be lower quality as well as increased video. Just
Oh.
Here's my
That was a wild ride. I admit, I have to admit that if I were better at the combat this game, I would. It's over. Come! Kazuma! Gorya, do you go to your name? ギリュウさんよ。龍二。動かないで。ゴーダ会長を返しなさい。あそこにおる。次に次。会長。I gotta be honest. I fully expect you to be killed. 無事だ。で、姉ちゃんは何をしに来たんや。あなたを逮捕しに来たの。何を今更。自分かて登場会とつるんでいろいろ雇ったやないか。そうよ。だからあなたを逮捕したら私も出頭するわ。一緒に刑務所にでもどこへでも行きましょう。何やと。もうこれ以上家族が死んでしまうのは嫌なの。家族やと。何アホなこと抜かしとんねん。ゴーダ・リュウジ、あなたは覚えているはずよ。炎で燃えるビルから助け出されたことを。それが何やっちゅうや。あなたも知っているでしょ。自分が人言派の生き残りであるということ。せやからそれがないやねん。あなたは死んだ。女子よ。つまりあなたの母親は生きていたの。名前を変えてね。河原祥子。私のお母さんよ。あなたと私は、ジョン・スヨの血を分け合った兄弟なのよ。どういうことや。私はあなたを助けたい。たった一人の兄弟として、そして一人の刑事として。だからもうこれ以上戦うのはやめて。ゴーダ・リュウジさん、あなたを逮捕します。嘘え。わしに妹がおるなんて。
お嬢さんの言う通りだ。今までほんまのことが言えんですまなんだ、龍二。26年前、セヨンが関西へやってきてすぐ、私たちは知り合うた。蒼天堀のしがない酒場。偶然私は、その店でセヨンと知り合うて、彼女の素性を知った。組織から逃げる毎日。セヨンはお前という子供を抱えて、疲れ切ってた。生活に余裕のあった私は彼女を助けるつもりで援助を申し出た。その後私はスヨンを見受けしたけど、関西へスヨンを追いかけて赴任してきた河原という刑事にスヨンとの仲は切り裂かれた。私の父のことね。そうや、仕方がない話や。私は所詮極道門。スヨンも生活のために私についてきてることは分かってた。つまりわしはおかんに捨てられたっちゅうことか。違う、私が望んだことや。去っていくスヨンにお前を欲しいと言うた。私にとってお前は本当の息子以上に。うるせえ、そないなことはどうでもいい。龍二、わしは今まで孤独の中で生きてきたんや。合田陣中極道を超えることだけを考えてな。せやからわしは人工派みたいな連中と結託してまで戦争を仕掛けたんや。お前やはり26年前の事件だ。関係ない、わしにとっちゃ復讐とか恨みとかどうでもいい。奴らと利害が一致した、それだけ。さあ残るはあんたとの決着で。待ちなさい、私の話は終わってないわ。河田龍二、やはりお前は俺が思っていた通りの男だ。どういう意味？自分の生き方を変えられない。ただ馬鹿正直に己を信じて突き進む。知ったようなこと。俺の親友だった男によく似てる。戦うことこそが生きていることの証。そういう男には俺も全身全霊をかけて応えるぜ。できとるやろね。
会長、すみません。いいんです。これで。あんたのおかげで、リュウジの心の声を初めて聞くことができました。おおきに、ありがとうございました。ゴーダ会長。今まで私は大切なことをリュウジに隠し通してきた。今のことを言えば、ルージが私の元から去っていってしまうと思ったからです。佐山さん。はい。ルージの父親として、息子が犯した罪を一緒に背負うつもりです。会長。私も近江の大門を背負ってきた男です。けじめだけはきちんと取りたいんや。ルージと一緒に、逮捕してください。お見事や。合田会長、桐生さん、ここまでは見事に私の筋書き通りに動いてくれました。まさかその声は You're alive. 寺田。どういうことや。これは全て私が描いた絵図なんですよ。26年間考えに考え抜いた絵。それじゃあなたが。そう、キムデジン。26年前の事件、最後の生き残りです。お前どうして死んだふりなどしたんだ。あなたという人間は理屈じゃ動かない。死ぬくらいのことをしないと動いてもらえないと思いましてね。なぜそこまでして俺を。あなたが動けば近江も動く。そして関東と関西は一触即発の状態になる。そういう筋書きです。じゃあお前は龍二を焚きつけるために杯の話を持ち出したんだな。ええ、龍二は東条会と近江の杯などを絶対に認めるわけがない。予想通りクーデターを起こして関東に牙を向けた。そしてあなたに倒される。まあこれも計算のうちでしたがね。龍二もお前たちの標的だったっていうのか。そうです。龍二は我々の掟に背いた。だからです。龍二は人偶を発して行動することを拒み続けた。彼にとっては26年前の恨みなどどうでもよかった。頭にあるのは自分が頂点に立つことだけ。それならそれを利用して最後は掟に従い死んでもらおうと思ったんですよ。寺田。桐生さん、あとはあなたを片付けて東条会を潰せば全ては This explains everything about the way he was running the Tojo clan.
やっとだ。寺田幸男としていた26年間、あと少しでそれも終わる。あなたたちを倒し、あの爆弾にスイッチを入れれば全てが終わるんだ。爆弾気がつかなかったんですか。あなたたちの目の前にあるじゃないですか。どうして。爆弾は全て解除したはずだ。倉橋の分ですよ。あなたの父親河原次郎が殺した倉橋のね。あなたたちは私の同志、いや親友を奪い去った。だからその復讐をする私が用意したんですよ。このスイッチを押せば神室町が火の海になります。本気なの？安心してください。この爆弾が爆発する頃、あなたたちはすでにこの世にはいないんですから。寺田。何ですか？最後に教える。お前はあの時、風間のおやっさんの墓前で嘘をついたのか？何が言いたいんですか？26年前、お前を助けたのは風間のおやっさんなんじゃないのか？なんでそれを？26年前のあの日、俺はお前を見ていた。あんた火事を見な。失敗。許すの俺もおっぱってよ。원수를 갚아야지. 그래, 뒤에서 치면 이길 수 있을 거야. 어? 生きろ。お前らは若い。命を無駄にするな。生きろ。そうだったんですか。あなたがあの時の。確かに私と四民は風間さんによって命を救われた。寺田。その後私は復讐をするため風間さんを追い続けた。来る日も来る日も。風間さんはそんな私を逆に世話し、
大見へと導いてくれた。それでか。お前が大見に入った後、道島の風間という男がお前のことを頼みにやってきた。私に手をつリンゴンハローを着ては全てに優先する。たとえ親だろうが、やるときはやる。それが私たちの宿命です。血の通った人間の言葉じゃねえな。ええ、私たちは人間であることを捨てた集団だ。そうでなければ26年間も恨みを抱えてこのような復讐を計画することなどできません。とにかくあなたを倒さなければ終わらない。キリュウさん、死んでもらいます。ここで終わりにしましょう。大事
キリュウ、まだや。もうお前との勝負は終わってる。遅かったやないか。高島、あなたには感謝している。私にとって邪魔な人間を予定で次々と報告くれましたからね。来る、動かないでください。ご苦労だった。あとは私に任せろ。全てお前が裏で仕組んだんか。カオル、会長のおっしゃる通りです。寺田の動きを知って裏で画策したのは私。オムレイを裏切って人軍派と手を組むんか。裏切る、何をバカなこと。高島は人軍派と目的が合致した。東条会を潰すという一点でな。そう、そしてその目的は果たせた。だからもうお前は用済みだ。But he's never betrayed me. There's a guy whose entire plan involves backstabbing the entire organization. テレだ。自分が利用されているとも知らずバカな男だ。やはりお前という男は。高島、お前、高島、お前、オウミをどないするつもりや。ご安心ください。私があなたの後を引き継ぎます。そんなことは許さん。メイドの土産に教えましょう。私は近江連合六代目となり、東条会を傘下に収める極道社会の全国制覇です。さらに人権派も抑え海外へ進出する。それが私が書いた最後の一つです。お前ゴーダさん、どいつもこいつもバカばっかりだ。どうしてこう人を信用するのか信じられん。わしは心の底からお前のことなんか信じちゃいない。なんだ、まだ生きてたのか、この死に損ないが。お前の思った通りには、今に分かる。まったくうるさい連中だ。最後に俺を信じて。You people like to die at the most dramatic times. 何? Are you serious? Tomorrow? You just set the bomb after telling me your condition.
れたんだ、このバカ野郎が。少しでも動いたら前技打ちますよ。構わないわ、撃って。カオル、カズマ、撃つのよ。いいから撃って。キリュウカズマ、お前には撃てない。人を見殺しにできない、それがお前の弱さだ。バカな男だ。お前もあの男のように死ね。龍二、くらいでちょうどいい。我のような計算高い男は所詮天下など取れんのへ。こんな男初めて。さすがわしの妹が惚れた男や。こいつの言う通りや。早う逃げ。何言ってるのよ。私はもうこれ以上家族が死ぬのは嫌だ。好きな人が死ぬの嫌だよ。分かってる。だったら今すぐ。うっさいよ、ボケ。 We're big, dumb Yakuza men with too much honor in our hearts. We got ourselves too many big, dumb Yakuza men. わしら、もうボロボロや。どうせ助かる。時間がないや。でも。一生に一度や。兄ちゃんの頼み聞いてくれへんか。Okay, so I didn't like this twist at first, but now that I'm seeing all this emotion, I actually think fine with the whole thing. お互いあんま時間はないな。いいか、行くで。ああ、手加減はしねえ。
last time. Yugoda for the third and final time. Yeah.
匂い。おかんと同じ匂い。おかんのことを覚えとるんか。そうか。かわいそうにな。顔を覚えとるん時に別れてしもうたんか。どんな、どんな人やった。お前によう似とるわ。初めてお前に会った時、おかんを思い出したからの。
Oh no. Oh. Batman. This game really took the idea that he is
successfully influence them the way that he ends up wanting in Zero to be wanting to. Same scenarios, we added new games like Cabaret Club and the original Monster Campaign. I was sure to lock to really a better bridge in terms of top media content. Because everything about his personality, his characterization, his way he